広島カープ塾始めます。今日はですね、日本シリーズ始まりますけれども、はい、ちょっと監督とヘッドコーチの組み合わせ、オリックスと阪神ですかね。そうですね、実は中島監督は名優とかではない人がヘッドコーチ。あ、中島監督にとってですか。そうですね、だってカープから持ってったわけです。そうですよね、一緒にプレーしたこともなければ面識もない人がヘッドコーチ。はい、中島監督、うん、オリックスとヘッドコーチは水本さんですね。そうですね、関係ないですね。社会人時代とかも、あのアマチュア時代も関係ないですね。関係ないです、はい、ところが、はい、岡田監督は平田ヘッドを2軍から上げてるんです。あ、もうこれ85年の日本シリーズのセカンドショートでやってた。ああ、そうですね、組み合わせ、バース掛布のあの辺の世界ですか。そうですね、あの時の2番な、8番を打ってた。そうですね、まあ、もしくは軌道が8番だと7番平田、まあ、守備の安定感で平田。岡田が5番ですかね。そうですね。岡田が5番。で、セカンドにですよね。その前、ライト守ってたりしてましたけれども、セカンド固定にして、そうですね。もらった。つまり、まあ、知り合い、言うことが溢れた、合うような。そうですね。まあ、平田さんはずっと阪神一筋だと思うんですよ。もう岡田さんは、まあ、オリックス行ったり、まあ、オリックスにプレイしたり、まあ、監督やったりと、経験はあるんですけれども、これが対照的なんですよね。そうですね。本当ですね。ヘッドコーチとかそこ差が出てますよね。確かに。他のヘッドコーチ以外の阪神、例えば打撃コーチとか投手コーチとかは、そこまで阪神色でもなかったりしますね。例えば江口さんが入っているとかですね、2軍投手コーチ。そうですね。まあそこまで、まあ他球団経験者、まあ岡田監督と一緒にやってたっていうプレイヤーではあるんですよね。やってはいるんですが、そこまでではないんですけれども、そうですね、オリックスの方がですね、そより呼んだり、こう、なるほど、そうですね、バラエティに富んでる人を、中島監督が呼んでるんですよね。そうですね。なんだオリックスに関係ない。まあ、日本ハム職もあるんですけど、それよりも、バラエティなんですよね。まあ、バラエティってのは一緒にプレーしたことない人たちがベンチにいるんですよね、一部に。そうですね、はい、そうですね。阪神は岡田監督が一緒にプレーだったり、まあ、自分が監督時代現役の選手たちが入ってるんです。そうですね、そこはだいぶ違うと。そこは違うんですよ。だから中島監督って、もしかすると、本当に人を見てるのかなと。だからこのチームで、この人が欲しいんですと。そうですね。だって一緒にやったプレーも何もしたことがないんだから、性格や人間性分かるはずはないんですね、細かいところ。プレー見てたり、外から見てていいプレーしてるなとか、いい練習姿勢だと。まあ、若手にも慕われてるなというのは、まあ、中島監督、ね、二軍監督も二軍も一軍も、プレイヤーとしても二軍にもいて、引退してますので、見てはいたはず。なんで、そうですね。そこを見た上で、うちのチームに、今、うちの選手たちのために必要な人を呼んでるのが中島監督。中島監督が塾長メモからちょっと見たんですけども、
非常に中島マジックと呼ばれますし、まあ、策略家だったりですね、やっぱ優れた観察が、と戦況の見極め、まあ、こんなところがやっぱり中島監督の見てるんですかね。これはね、新井監督がちょっと見習ってる節があるんですよね。オリックス見てたのかなって感じなんですよ。まず多分新井監督と同じなのは、何が何でも選手、まあ、水本ヘッドコーチがいるせい、まあ、そういうふうに言うせいもあると思うんですけど、絶対に選手のモチベーションを下げるわけにはいかないっていうのが、まず大前提にあるんですよ。なるほどね。岡田監督は、まあ、なんていうかな、選手の反発心を煽るために、まあ、ちょっと、なんていうかな、そこまで言うみたいな発言はあるわけですね。ありますね。揶揄するみたいな。ありますね。はい、まあ、それはプロとしてそれを言ったがゆえに、反発心ですごい選手になるケースはあるので、うん、間違い、まあ、正しい間違いはどっちも言えないんですけれども、中島監督は絶対に、まあ、自分の、まあ、線引きとして、モチベーションを上げるっていうことより、下げる発言だけはしまいと。ね、これはコーチ全員ですよね。オリックスは。ね、ああ、なるほどね。うん、だから、山本が悪かったら、そら山本ほどの投手を打つんだから、ロッテがすごいとかね。うん、持ってき、話の仕方ですよね、そこら辺はね。これは実際に山本本人と話したときは分からないですよ、もっとしっかりしてくれないエースなんだからって言ってるかもしれないんですね、あの中島監督だったり投手コーチ、でもそれは表の記事には一切出させないっていう戦略をオリックスは中島監督が取ってると。そうですね、はい、これはいくら紅林が悪くても、なんでかって言ったら、悪かったら、中島監督がやった手法は、二軍に落とすですから。そうですね。その意味では、この岡田監督のやり方って、ちょっとこう、古い、昔ながらの監督、ね。ちょっとまだ、選手の反発心に頼ってるなっていう。そうですね。岡田監督、短期決戦はどうなんですかね、日本シリーズとか韓国シリーズ強いんですかね、どうなんですかね。岡田監督はあんまり強くはないでしょう、やっぱり。シーズンのは、長いシーズンシーズンも結局、ジャイアンツにメイクミラクルやられて、メイクレ、ね、あれはやられて、結局、ロッテに、あれですよね、下克上やられて、あんまりそんなにこう強い監督強くはないですよねっていう、そうですね、要は、変な言い方ですけれども、もう一発追い込まれたら全く手が打てない監督ってイメージなんですよ。うん、ロッテに2005年とか、まあ、当然ジャイアンツに 13.5 ひっくり返されて、メイクレジェンドみたいにやられた時みたいに、要は、ガンガンいけてる、まあ今シーズンみたいに、いけてる時は勝って、そのままうまく采配がうまくはまっていくにはいいんですけど、まあ変な言い方ですけど、微妙に追い込まれて、どうしたらいいんだってなった時に、手の打ち方が知らないのかなっていう。今、塾長が言われること、ちょっと塾長目を今広げてるんですけども、まあ、岡田監督だけ見ると、2005年が日本シリーズ出てます。で、千葉ロッテと戦ってますけど、0勝4敗で敗退と。で、2007年はクライマックスのファーストステージですね。で、中日ドラゴンズセリーグ2位と戦ったんですけど、3位だったということなんですが、0勝2敗。で敗退と。敗退で、ね、で2008年、これもファーストステージ、つまり自分、あ、この時は2位だったんですね、阪神は。
で、3位が中日ドラゴンズと。で、1勝2敗で敗退と。阪神がですね。で、2023年、このカープとの2位と1位で戦って3勝0敗で日本シリーズということなんですけども、つまりポストシーズンはですね、2005年、2007年、2008年、いずれも敗退してたんで、まあ、4回出て1回だけ勝ってるっていうイメージですかね。まあ、正直16勝9敗でカープに勝ってましたからね。あんまりこう、長距離が強い。緒方監督に言ったタイプなんですかね。追い込まれた時が弱いんですよ。だから、要は今回、私、岡田監督が助かったのは、1勝1敗、うん、まあ1勝ありますよね、アドバンテージ。1勝1敗になったらひっくり返されたんじゃないってぐらいなんですよ。あ1勝1敗、まあ1勝1敗が2勝1敗に阪神になれば甲子園なんで行ったかもしれないですけれども、これがカープに2連敗で1勝2敗スタートだと。そうですよね。こうなった時は多分負けてるんじゃないっていう。だから追い込まれた時の打つ手がないんですよ。なぜ選手を、まあなんつかな、鼓舞するという名の、まあきつい言葉で反発心を生むセリフしか言えないので、それって逆に言うと、追い込まれた選手を追い込むっていう結果になりかねないわけですね、逆に追い込む。ああ、そうですね。中島監督は、もう、要は、一回ソフトバンクが首位にいたわけですよ。そうですね。12連敗する前のソフトバンクに関して言うと、で、オリックスも怪我人が、まあ、森友哉が、怪我したり、主力がいなくなって、ちょっとやばいぞと、やっぱりソフトバンクがこのまま走るんじゃないかっていうところに耐えたんですよね。そうですね。まあ耐えてソフトバンクは転んだって言いますけど、あの時別にロッテもいましたし、別にオリックス単独で独走でいたわけじゃないんですよね。三つどもえぐらい、四つどもえぐらいで、戦ってましたから、はい、パリーグ。そうですね。で、ソフトバンクの12連敗っていうことによって、はい、一気にオリックスがそこで走りましたので。そうですね。はい、だから、中島監督の方が、耐えるところを徹底的に耐える力は持ってるんですよ。だから結局、まあ当然2021、22の日本シリーズも、結局、まあ21年なんか第7戦までやってるわけですよね。延長戦まで含めて戦って。そうですね。結果ヤクルトが勝ったよね。っていう。結局2022年は結局オリックス、結局、もうそういう状況にならない、耐えないでいい状態になれば日本一ですよねっていう、うん、なるほどね。だからオリックスの方が耐える力があるんですよ。まあこれまた塾長メモなんですけど、2004年に投手コーチを務めた外吉典さんが退任された時、まあ岡田監督だったんですけども、岡田監督はやっぱり頑固で人の息を聞かないという苦言を佐藤義典さんが提出するみたいですね。そういう意味で言うと、やっぱりこう、追い込まれた時に、なんかいろんなこう、こう周りの意見というか、アイデアとね。柔軟性が甘いんだろうなと。ない、少ないと。まあないんだ、引き出しが少ないんだと思うんですよ。で、中島監督は、自分の引き出しがないのは、うん、多分中島監督も私岡田監督と同じ人だと思ってるんですね。はい、人としては、で、この引き出しを多くするのは何かって言ったら、ある意味中島監督が求めたのは、自分が一緒にプレーとコーチをしたことない人たちとやれば引き出しが増えると思った。
なるほどね。これが水元だったり、そよりだったり。そこ大きく違いますね。そうすると、全く知らない引き出しを、だって知らない人とやんなきゃいけないんだから、知らなきゃいけないところから作業しなきゃいけないんですよ。はい。そうですよね。逆に言えば。いや、その人とコミュニケーションをとって、一致団結してオリックスを、まあ当然オリックスは育成も含めて、強くしなきゃいけないっていうのが中嶋監督も使命に育成兼優勝を求められた監督としてオリックスの監督になってますので、これのために自分はキャッチャーの視点しかないと。で、キャッチャーは野村克也さんとか古田さんとか谷繁さんとか、キャッチャーはキャッチャーの監督として優秀な面もあるけれど、問題点は負けた時が最下位だと。野村さんも古田さんも谷繁さんも最下位ですから。ああ、そうですね。ってことは、これは多分、キャッチャーはいろんなことが見えてるっていうのが盲点で、実は何も見えてないっていうのを中嶋監督は危惧したのかな。ああ、なるほどね。見えてるつもりになってるということですか。なので、逆に言うと、知らない、やったこともない。うん。だけど、自分は外から見てて、この人と一緒にやってみたいと。この人となら自分の能力をもっと違う引き出しで、自分を成長させてくれるんじゃないかっていう人を呼んだのかなっていう。じゃあ、例えばヘッドコーチの水本さんってことですか、塾長が。水本さん、ソウジさんもそうですよね。いくですよね。まあ、オリックスだけじゃないんですけど、オリックス中心に活躍された中嶋監督のキャリアからは、そうですね。で、このパープの方向がなかったと。栗山監督を見てたましたからね。栗山監督もそういう傾向ありますね。そういうことをする。そうですね。どちらかというと、自分の足りないものを、なんていうかな、補うための人って誰って言ったら、だって佐藤義則、吉井呼んでるわけでしょ。だって彼らとはやってないですからね、プレー自体は。あの、吉井はヤクルトにいたけど、栗山はヤクルトにその時いません。はい。そうですね。だから、ここら辺が、あの、中嶋監督は栗山さんを見て、はい。自分が足りない引き出しっていうものを、引き出すのは、実は一緒にプレーしたことない、一緒に仕事したことのない人を呼ばないと、引き出しが増えないんじゃないかと。そうですよね。で、これが今のオリックスの強さ。うん、だって、ね、多分中嶋監督、高山さんともやったことないはずですからね、プレー自体、ね、プレーもコーチ自体、はい、ないと思います。だから優秀な投手コーチだから高山さん呼んでくれとは言って、高山さんが、うん、まあ、ソフトバンクから浮いたからすぐ呼べたっていうラッキーな面が、西武時代中嶋さんが西武来た時はだかどうかぐらいですかね。そうでも多分もうその時カープでしょ。ですよね。かぶってないですよね。かぶってないはずです。ですよね。タイミング違いますもんね。なのでここら辺が、まあ、当然弟子の方が言ったように、うん、岡田監督の方がすごく視野が狭いなっていう、まあ、それが頑固という言葉で、うん、こう出てきたんですかね。まあ、頑固というか、もうそれに固執してる。で、中嶋監督は自分が頑固なのは分かってると。で、キャッチャーは、まあ、当然、まあ、扇の要と言われてやってきたけれども、うん、
まあ、野村克也さんが、まあ、9人のプレイヤーで唯一反対方向を見ているのはキャッチャーだと。そうですね。だからいろんなことが見えてるんだ。逆説的にいろんなものも、発想ができるんだと言えますけれども、逆に言うと、多数決上、一番少数な方向から見てるのがキャッチャーなんですね。そうですよね。これは、はい、思ってんのかな、中島監督はと。あと、まあ、マスコミでやっぱり、オリックス中島監督は、まあ、流動的と。そして岡田監督は不動と。まあ、これは、守備者とかスタメンの。そうですね。これ、もう、流動はもう完全に栗山さんがやってましたから。はい。セリーグでやっぱりカープ、新井監督は結構流動的ですよね。流動的じゃないですかね。セリーグの中では、はい。中島監督が一番パリーグでは流動的。ですよね。で、その流動的も新井監督と同じなのは、まず最優先は選手のモチベーション。まあ、調子とかから来る、ね。調子が悪くて落ち込んでる人は、とにかく二軍調整なんですよね。一番いい例、紅林ですから。あ、そうですよね。これ以上はもう、何やっても一軍の練習時間、やっぱり試合がありますから、うん、試合で結果を求める練習しかできない。そうですよね。ですよ。ところが、二軍に行ったら、二軍で試合で結果出しても一軍に呼ばれないと言われてるわけですね。要は、紅林のプレイができたら一軍に呼ぶっていう形で二軍に落としてるわけですから、紅林クラスのプレイになってれば。はい。はい、そうすると、紅林に締めたら、まず自分を見つめ直す時間を二軍で与えられるんですよね。だって、すぐに、年俸に反映される一軍の試合に、まあ、要は一軍の、まあ、言い方悪いですけど、ピッチャーに迷惑かけるような打撃と守備をする必要はないんですね、二軍。そうですよね。そうですよね。逆に言えば。要は、ある意味、地に足をついた自分のプレーを見つめ直せるのが二軍ですよね。小園も含めて。まあ、カープで小園がそうでしたけれど。そうですね。結果ではなくて、お前野球をもう一度一から見直してこいってファームに新井監督も落として。そうですね。江監督も、そんな姿勢では一軍に上げられないって言って一軍に上げてもらえなかったわけですからね。確かに、クレバー氏と小園の関係に似てますね。はい。だこれは新井監督と中島監督はそこはすごく似てる。似てるというか、新井監督が真似てるのかなと。なるほど。はい、わかりました。だから今オリックスの若手がどんどん出てきて、はい、そうですね、イメージなので、はい、この部分でいうと岡田監督の頑固っていうのはもう見てればもうこのコーチ陣にも現れてるんですよね。中島監督の方がなんせ自分の面識がない人たちでコーチ陣組めて組んでるんですよね。はい。で、っていうところですね。はい。わかりました。塾長、ありがとうございます。ありがとうございます。どうも、失礼いたします。失礼いたします。チャンネル登録をしてもらうと励みになります。お願いいたします。